皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、私がよく参考にしているテイスティージャパンさんっていう料理動画サイトがあるんですが、結構面白いジャーマンポテトの作り方をやってたんでね、もう見た目もバラみたいでむちゃくちゃ可愛らしいね、ジャーマンポテトローズ。本来のレシピだとね、オーブンでね、長時間焼き上げてね、完成させるんですけど、ちょっと時間かかるなと思ったんでね、すぐに作れるようにちょっとアレンジしてみましたんで、ぜひ一度作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。はい、それでは材料から紹介させていただきます。はい、今回はね、ジャーマンポテトなんでベーコンとジャガイモを使います。まあベーコンね、この長いタイプ2枚につきにジャガイモ1個ぐらいの割合で作れると思いますんで、お作りになる分だけ用意してください。こちらとろけるチーズを適量用意してください。オリーブオイル、おろしニンニク、今回はチューブタイプのおろしニンニクを使います。もしくはね、ガーリックパウダーなどでも大丈夫です。味付けはシンプルに塩とブラックペッパーを使います。材料は以上です。はい、まずはね、こちらじゃがいもの方を薄くスライスしていきます。包丁でスライスできる方は包丁でしていただいても構いませんしね、結構量がたくさんになると思うんで、スライサーなんかを使っていただくと簡単です。スライスした時の面がね、大きくなる方をスライスしてください。はい、こちらね、ボウルの上にスライサーをセットして、じゃがいもね、もうシャカ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 やってペラペラの状態をね、作っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。たくさんスライスしたじゃがいもを作りました。じゃがいもがスライスできましたら味付けしていきます。はい、まずね、こちらオリーブオイル、まあちょっと適当にタララッとね、大さじ 1,2 杯分ぐらいですかね、加えちゃってください。はい、そしてチューブのおろしニンニク、こちらももう適当でいいです。こちら香り付けですね。そしてお塩と胡椒で味をつけていきます。はい、ちょっとガリリンチョと言っときましょう。ベーコンの方にね、味があるんで、そんなに強くしなくてもいいと思います。調味料を加えたら、あとは全体的に混ぜ合わせてなじませてください。このオリーブオイルと調味料で絡まるように混ぜ合わせます。こちらじゃがいものスライスができましたら、ベーコンで巻いていくんですが、味付けしたね、すぐは巻きにくい状態だと思いますので、10分ぐらい置いとくと、お塩のパワーでこのじゃがいもがしんなりしてきますので、それから巻いていただくと簡単にできます。まずはこちらのベーコンをね、2枚、ちょっと縦に長めに少しだけ重なるような感じで2枚並べちゃってください。ちょっとまな板がちっちゃすぎて足りませんけど、こちらの上にスライスしたじゃがいも、こちらのじゃがいももね、端っこが少し重なる感じで、はい、こんな感じ、どんどん並べていきます。ベーコンの上にじゃがいもを並べましたら、もう端っこからね、くるくるっと巻いていってください。こんな感じで最後までね、グビッと巻いちゃいます。はい、こんな感じでしっかり巻くとね、バラみたいな形、こういう状態のものをたくさん作ってください。ここまでできましたらね、形が崩れないようにココットなどがあればこの中にね、入れちゃってください。なんかマフィンなんかを作るオーブンの鉄板にね、入れて皆さん焼いてましたけど、僕はまず電子レンジで一気に加熱して火を通してからね、仕上げにトースターでカリッと表面を焼き上げたいと思うので、ココットに入れちゃいます。はい、今ね、5つ作りました。本来でしたらこの状態でオーブンに入れて200度の温度で 4,50 分焼いて火を通していくんですけど、ちょっとそれ時間かかりすぎると思うんで、今回はね、もう勝手にこいつを電子レンジでね、5分からまあ10分ね、お使いによる電子レンジによると思うので、電子レンジで加熱して柔らかくしていきます。
はい、今電子レンジ600ワットで5分加熱してしっかりじゃがいもを柔らかくしてきました。じゃがいもがね柔らかくなるまでしっかり加熱してください。こんな感じでね、少し大きめのお皿にココットを並べて一気に加熱していただいてね、全然構いませんので、いっぺんにやっちゃってください。もうここまでできたら、あとはトースターで焼いて表面をこんがりカリッと焼き上げていきます。はい、お次はね、オーブントースター、こちらの中にセッティング、あとはね、表面がカリッとね香ばしくいい感じの焼き色がつくまで焼いてください。表面がねカリッと焼けましたら仕上げていきたいと思います。はい、こんな感じね。うわ、めちゃくちゃうまそうやん。熱い、熱いよ。どうです、香ばしそうな焼き色が表面にちょっとつきましたら、こっから仕上げですね。こちらこちら、用意しておいたチーズをね上に、まあお好みですけどちょっとトッピングしてください。パラパラーっと少しチーズをのしちゃいます。もうすでにうまそうなんやけど。はい、お好みでチーズをのせたら、再びオーブントースターで軽く加熱してこのチーズを溶かしちゃいます。もうここはねチーズが溶ければ OK です。はいよー、完成しましたよ。こんな感じどう？うわ、めちゃくちゃうまそうやん。おい、どうこれ。こんな感じね、チーズがとろけて香ばしそうな焼き色がついたら、もうこれで完成よ。めちゃくちゃうまそうね、これ。うわ、やば。それでは早速いただいてみたいと思います。それでは今日もいただきます。はい、めちゃくちゃ美味しい。これ最高。ニンニクの香りとねベーコンの旨味がもう混ざり合って、めちゃくちゃおつまみにおすすめですわ。これね、テイスティジャパンさんのねレシピだと、オーブンで長時間焼いて仕上げる感じなんですが、ちょっとすぐに作ってみたかったんでね、もう勝手にレンチンして火を通してからね、オーブントースターでカリッと表面だけ焼き上げました。いや、むちゃくちゃうまいです、これ。かなりおすすめ。もうね、見た目もちょっとこう、バラみたいで、ジャーマンポテトローズっていうんですけど。あ、そしてね、ちょっと仕上げに、トッピングでパセリなんかを振っといたらね、見た目も可愛くなると思いますし、これはおしゃれで面白いおつまみだと思いますんでね、意外と簡単に作りますんで、ぜひ試してみてください。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。